ラジオとラジオとは無線通信を使った音声のみで放送される番組の総称そして僕と彼女の絆だラジオドラマ カモメラジオの世界どうぞこんにちはああ花見川さん具合はどう全然へっちゃらですむしろなんで倒れたのかわからないくらいですお医者さんもどこも悪いところはない精神的なものだろうってそうよかった まあ、衝撃的な光景だったからねあんな事故現場、映画くらいでしか見たことないですよだよね、僕もだよまあ、何にせよ良かったよ、体なんともなくてありがとうございますあ、ところで市原さんは失礼しまーあ、ナナちゃん、いらっしゃい袖ヶ浦さん、ここ病室病室はい、<laughs> 失礼しましたいや、むしろここは邪魔してすみませんでした とでも言うべきですかね邪魔ええお二人のラブラブな空気を邪魔しちゃって <laughs> いや、ちゃうからほんとちゃうからあ、そんなんちゃうから花見川さん、何な,なんですか慌てすぎですいや、慌ててないからほんまちゃうから、マジでほんまおーお,ーおー、この様子は本当にお邪魔だったようですね本当に違いますえ、っていうか、ナナちゃんいいんですか ななちゃんこそ花見川さんのこと好き好き言ってたじゃないですかはは、<笑><笑>いいんですあたしよりも先輩の方がお似合いですから花見川先輩の気持ちもそっちによってそうだしいやそのはいはい言い訳はなーしまそれにあたしはあたしで次の人を見つけましたしね次の人はまさか <laughs> アビ子さんち,ちっけぇだろそこは石原だろわかるだろ冗談だよ冗談いやそれにしてもナナちゃんが言うとね年の差もだけど仲のいい兄弟って感じでしたのにね <laughs>、はい、いやまあまぁあんな風に情熱的に告白されちゃったらねどんな風に告白されたの <laughs>、うん、命に変えても守るっえっいやあれ告白だったのあ私は告白と受け取りました 市原もそう悪い男ではないですししょうがねえから受けてやりますよ16歳と28歳市原さん捕まらないといいな <laughs> 大丈夫プラトニックに行きますよしばらくはコメントに大人の余裕を感じます <laughs> まあ仲のいい兄弟ポジションでもよかったんですけどそれはやっぱり先輩のポジションじゃないかなとも思いましたしまあそうだね実の兄弟だだしねそうそう そうでしょアリス先輩仲がいいかはわからないですけどそうですね負傷のリですがよろしくお願いします妹市原アリスからのお願いですナナちゃんはいお願いされました任せてください<笑><笑>じゃあ僕はそろそろ行くよあれもう行っちゃうんですか市原さんの様子も見たいしねまた来るよアリスさん はい、お待ちしてますそれじゃ不満ですか不満がないといえば嘘になりますね結局世界を目覚めさせたのはアリスさんで市原君でカモメさんでしたね僕が目覚めさせると大口叩いたけど結局これでした しまらない結末ですよ。<laughs> こればっかりはね。元気を出してください。あなたに励まされると、なんていうかこう、寒気がします。<laughs> <laughs> そういう反応、好きですよ。なんだかんだ楽しかったです。また、どこかでお会いしましょう。行くんですかええ。 もう、ここでやることもないのでさよならさよならあそうそう君結構見込みありますよ案外に私は市原君と同じ未練を持ち続けられるちの人間に思えますどうです未練たっぷり プリに死んだ後はは私ととコンビを組むというのはさっさとどこかに行っちまえくそやろうまたどこかで <laughs> やたつ元気ないまつりちゃん家族のお見舞いそうみんな目覚めて元気いっぱい幸せ幸せ よかったでもやーたつは不幸せどうなんだろうね不幸せな時はね神様に祈るといいよ神様そうこれテープレコーダーポチッとなこちら海いまかりのカモメラジオです カバンに入ってなんだろうこれ不思議本当に不思議だねうーんどうしたのまつりちゃんうなっちゃっていやだけどこれやーたつにあげるえっこれってこのレコーダーうんなんで さすがのまつりもなみだにはよわいのさこれはやあたつがもっておけまつりはおとうさんたちのところにいくさらばピューまつりちゃん <laughs> <laughs> こちら海浜まかりのカモメラジオですセブンの声が届いていますか届いてるよ聞こえてるよそっちの世界はどうだい幸せにやってる 聞こえたら、返事をしてください。こちら、海浜ばかりのカモメラジオ。聞こえたら、合図をください。自分たちは、ここにいます。